今日はすごいですね。もういつの間にかそのこんだけお客皆様集まるようになって、しかもミニライブとはまた違ってこのザックバランな、ミツプレイヤーの集いっていうのが続いていくっていうのがすごく素晴らしいなと思ってます。今日も長丁場になりますけれども、皆さんよろしくお願いいたします。皆さん、はじめまして、米澤粋夏と申します。ボイトレを2回ほど今までさせていただいてます。で、今日はですね、私普段シンガーソングライターとして歌ってるんですけれども、その中から1曲オリジナルです。てのひらという歌をお届けしたいと思うんですが、私の実家がリンゴ農園でして、子供の頃からその両親なり周りの人が働いてきた姿を見て、その手のひらに込められた思いというものを表現した歌になっています。滝口先生という太田先生と一緒に歌いたいと思いますので、お聴きください。よろしくお願いいたします。いくつもの私は